北朝鮮のキム・ジョンウン総書記が朝鮮労働党のトップに就任し、今日で10年ですが、核実験などさらなる挑発に近く乗り出す可能性が指摘されています。北朝鮮メディアは、キム総書記が10年前、党のトップ第一書記に就任したことを記念し、中央報告大会が開かれたと報じました。大会にキム総書記は出席しませんでしたが、党の幹部が演説し、核戦力完成の大業をついに実現したと業績を称えました。また放送では、先月発射に成功したと主張している新型の ICBM 大陸間弾道ミサイル火星17型の写真も映し出され、軍事力の進展を誇示しました。今週15日に金総書記の祖父金日成主席の生誕110年の節目を迎え、北朝鮮がさらなるミサイルの発射や7度目の核実験を行う可能性も指摘されています。